サー・マラック・グールディングは、イギリスの外交官である。国連事務次長を11年以上務めた。デボン州プリマスで1936年9月2日に生まれた。父は、高等裁判所判事のアーバイン・グールディングである。ロンドンのセント・ポールズ・スクールを卒業後、オックスフォード大学、モードリン・カレッジで古典学科を学んだ。グールディングは1959年により、 外交官勤務となり、1961年に在クウェイト大使官員として派遣された。1964年にイギリスに戻り、外務 A 連邦省勤務となった。1968年には再び在外交官勤務となり、トリポリ、リビア、カイロのイギリス大使館に派遣された。その後の数年間はイギリスで過ごし、3人の外務、 英連邦担当国務大臣の秘書官として外務省に勤務し、その後内閣府で勤務した。1977年に在ボン大使館、1979年にニューヨークの国連代表部に赴任した。1983年には在ゴラサントメプリンシペ英国大使に任命され、1985年までその職を務めた。 1986年1月1日、ハビエル・ペレスでクエアル事務総長の下で、国連の特別政治問題担当事務次長に就任した。それから1993年3月まで、国連平和維持活動を指揮し、ブトロス・ブトロスがあり事務総長の任期中の1992年には、平和維持活動局の創設を主導した。 1993年3月、政治担当事務次長となった。コフィー・アナン事務総長の任期中の1997年7月に国連事務次長を退任したが、その時、グールディングは事実上、国連で2番目に力を持った人物であった。グールディングは1996年11月に、オックスフォード大学選とアントニーズ・カレッジの学長に任命され、 1997年10月1日に就任し2006年9月30日に退任した。2004年52人の元イギリス外交官が国の中東政策を批判する書簡に署名したが、グールディングもその一人である。政府はその書簡で提起された批判を否定したが、グールディングは現役の外務省職員の中にもその意見に賛同する者がいることを示唆した。また、 別の時には、イラクからアメリカ軍を撤退させて、治安維持活動の権限をアラブのイスラム諸国から国連が承認した他国籍軍に移すことを求めていた。グールディングは2003年に在任中の国連の内幕とその活動を記したピスマンガーを執筆した。また、アフリカンアフェアーズ誌やインターナショナルアフェアーズ誌など様々な学術誌に論文を発表している。 2007年、国際、国家安全保障と防衛の研究への顕著で、独創的な貢献をした書籍の著者に授与される、ウェストミンスター公爵軍事文学賞を受賞した。ありがとうございます。